やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ハマです。はい、現在4月10日日曜午後7時24分ですね。今日は黒沢智恵さんの誕生日です。そして今日は母がね、いる間に、ゴチウサブルームの2話見てですね、で母は今日仕事出てからが、ダンスダンスダンスの1話見て、そしてアハーレンさんは測れないの、2話ですね見て、今スパイファミリーの1話見ましたけど、スパイファミリーやばいね。ちょっと今期トップクラスかもしれない。めちゃくちゃおもろかった。はい、ここからくのいちつばきの胸の内1話ですね、見ていきたいと思います。春アニメ絶好調で見てますよ。はい、では自己紹介。僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。衣装日に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、はい、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる諦めないこれを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナにほぼ全ての仕事を奪われ、なんと3月16日までが87連休、今も26連休確定の今日が20連休みたいになってますね。当然収入なく、仕事もなく、メンタルボコボコ。はい、そんな中でも1日も休まず2年14日アニメリアクションやってます。ただ去年の8月18日より以前のですね、1年5ヶ月も動画ね失ったことで、なおかつ馬娘の動画がなくなったことで、なんとこの 4,5 ヶ月ずっと2桁しか再生取れず、チャンネル登録伸びず、冬アニメやればやるほどズタボロと、もうメンタル削られまくってて、アニメリアクションやめたいんですけども、なんとか今歯食いしばってね、耐え忍んで活動を続けてますんで、ぜひ応援してやってください。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィール、すべて説明文にあります。ぜひ見てください。過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。はい、今年の9月ぐらいでかい発表あると思うんで、お楽しみに。じゃあ行きましょう。 D アニメストアです。3、2、1、スタート。これは PV 見て面白そうだったんでね。制作委員会の胸の内制作委員会の名前もおもろいな。変な男。ここでは男がズタボロを言われてるわけやね。その青い組ってのが男なんやね。それと夜間授業をするってことね。なんかあったんかな、この先生男と。
ちょっと。寝とる。あ。煙玉。さざか問題児やな。もうカトンの術。綺麗に捕まったな。これは合同事業じゃんってわけじゃないのね。
朝顔ずっと寝とるな。後ろから。という夢やな。汚いひらがながなんかおもろい。ちや。日本昔話。大空直美さんかな、サザンカ。ベニスモも。
ボディーブロー男丹田に力ああああなんか言うでございほうせんか。もくれんのこれ聞こばんな。何回言うねそれあ小さなと可愛いな。
男関係あらへんやん。なんでそんな言い方やねん。すごあれ逆にすごい威力メラゾーマやでこれ。朝顔がすあー早い早い。あ、長野あまりさんいる。ああのよヨーミヤ、え、なんだっけ、あのま、マリン言いましたね。マリンん違うわ、マリンは違うわ。あれマリンそうだったっけ。ほんま声優さん分からへん。スシショサイミさんしか分からへんわ。ギャグアニメやね、これは。なんでやねん。あーかわいい。努力全然ね、その脱出計画、うん、はい、ちょっともう一回キャストを見たい。どこやこの辺か。だから1話で男と出会うわけじゃないのね。タチアオイ、一ノ瀬かなさんいたのね。あと、あ、近藤玲奈さんいたね。長谷川、あ、長谷川郁美さんね。小川葵さんもいたのか。長谷川郁美さんはね、あのブラジリナミリーですね、86の。あ、七瀬彩香さんいたのね。おお、あの鈴木美玲ですね。僕は鈴木美玲で知りましたけどもね、このこれ鈴木美玲ですね。うん、で最近ではもうあのね、最近というか去年はスーパーカブの玲子もやってましたね。あとは、あ、花月ってどれや、相沢さやさんやんね。立花柚月で伊藤綾沙さんっていうのかな、見たことあるな。で長野、まあ長野あまりさんはね、岩見真中さんだね。ヨーミヤキヒナさんっていうんだっけな。あ、内山由美さんじゃね、あれ先生かな、ほんなら。で男が小林力さんって、あー誰の声だったっけ、誰の声、あゴールデンカムイや、杉本や、杉本
あれ杉本の名前って左平やだけど、あれ杉本、まあまあまあええわ、左一や、杉本左一ね。はい、ということで、まあ、ギャグアニメですね、むちゃくちゃギャグアニメですね、これ。まあ、どうやら、まあ、男は、何、全部敵みたいな認識なんかな、この、学校なんかな、これ、先生がいて、班ごとに分かれてるってことは。これ、キャラ多いな、ちょっとホームページ確認します、キャラは。うん。まあ、とりあえず朝顔とサザンカね、まあ、サザンカはもう完全に、どうやら椿にほの字なんかな、ユリ的なことなんかな、ただそれとも姉様的な憧れなのかな、どっちなんやろ、まあ、分からへんけど、まあとりあえずこの世界の男、この中での男はもう、ね、でかくて臭くて股間が急、え何弱くて一発で倒せるみたいな、まあそういう認識なのね。でもあんま舐めんじゃねえぞという先生のね厳しい教え、これ先生絶対男となんかあったなこれ。でなんかその青い組という男たちとなんか合同練習するのかと思いきや、多分 あの同じ森の中で夜間訓練をやってたから、あそうやね、先生は男に絶対出くわすなよみたいなこと言ってたから、そういうことやね、同じ日にやるから男に会わんように気ぃつけよって言ってる中で朝顔とサザンカがこう、勝手に出てったっていうことやね、多分合ってるこれ解釈。うん、でまあとにかく椿がね、書に男って書いたりだとか、丹田で男って想像したりだとか、いや面白かった、非常に面白かった。で最後は男ってねつぶやかれてすごい加藤の術が出たのは、あれはどういうことやったんや、興奮してしもたんかな、とにかく。はい、まあとりあえずめっちゃくちゃ楽しみこれ。今期のギャグ枠って何あったかな、ほか。まあまた思い出しましょう。はい、ということで、くのいち椿の胸の内1話でした。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。はい、まあ冒頭でも言ったように、今ね、仕事もなければスケジュール帳も真っ白でね、収入もないということで、スケジュール帳真っ白、お先真っ暗、マジで笑えない状況なんですけども、まあそれでもね、やればできるんだ、諦めないんだっていうのを僕は見てほしくてね、この2桁再生地獄のアニメリアクションをもう2年14日続けてきてます。ですのでね、この動画でもしかしたら僕を初めて知った方いるかもしれませんが、この家ワンルームで母と同居ということでね、いない時しかこうやって声出してリアクションできないというね、過酷なハンデがあります、リアクター的にはね。まあそんな中でやってきてますんでね、ぜひとも応援していただければなと思いますんでお願いいたします。はい、そしてね、僕の本業を知っていただきたいということで、再生リストにはジャグリング、パフォーマンス、雑談というね、リストがあるんで、ちょっとピッと押していただいて、あ、これ気になるな、なんかね、一個でもいいんで動画見てやってください。そして、いつの日かね、生で僕のショーを皆さんには見に来てほしいというのが願いです。なので、まあ、そのためにもね、自分のことを知っていただきたいので、説明文、まとめてます。僕のことをね、ぜひ読んでやってください。はい、以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜でした。どうもありがとうございました。それでは、失礼します。